こんにちは、まいりんです。ドトールコーヒー農園では小麦粉や食用油などの原材料価格や物流費の高騰及び人件費、エネルギーコストの上昇、為替変動の影響等を踏まえ慎重に検討を重ねた結果、2024年5月30日から全国のドトールコーヒー農園店舗でメニュー変更または値上げしました。アンバタートースト、卵サンド、ハムレタストマト、クロックムッシュがなくなりましたが、ドトールドッグ、2種のチーズトースト、蜂蜜付き、フレンチトースト、プレート、サラダ、蜂蜜ヨーグルト付きが新たにメニューに加わりました。私は550円の厚切りトースト、いちご&ジャム付き&ゆで卵とミルクティーのモーニングセットを注文しました。厚切りトースト、マーガリン付き&ゆで卵と、厚切りトースト、いちご&ジャム付き&ゆで卵は値上げしていません。チャンネル登録よろしくお願いします。